厚み電鉄で、破百系電車は、厚み電鉄が、その開業に際して、申請した、木造二軸単車。後年厚み電鉄は、名古屋鉄道へ、九州合併され、後に本形式は、電動貨車に改造されてでは三重型と解消された。その後で、和重型へ再度解消、改版されている。車体は木造。二軸車で、終電装置は当初は、 トロリーポールであったが、1950年代に、パンタグラフ化されている。ブレーキは、廃車されるまで手ブレーキであった。これは、豊橋鉄道に移籍後、貨車入れ替え専用であったため、本線に出る必要がなかったからである。では、重計11厚み電鉄の開業に合わせて1923年に、日本車両製造で製造された。 小型車のため乗客増加に対応できなくなり、後に三河田原駅黒川現役間で主に運用される。1940年、厚見電鉄が名古屋鉄道と合併し厚見線となると、1941年の形式称号改定により出波100型も1型に解消された。1943年に、 戦時輸送の増加に備えて、電動滑車に改造され、形式も、電動滑車では30型に変更される。しかし小型車のため増加する輸送量をさばききれず、八牛橋駅構内で貨車の入れ替えに従事することになる。厚見線は1954年に、名古屋鉄道から、豊橋鉄道に譲渡され、では30型も豊橋鉄道に移籍され、主に、花田貨物駅。 車両区の車両の入れ替え作業をして働いた。1966年に2両が廃車となり、残った33は1973年に、では10型に改版される。貨物取扱いが廃止された1984年以降も、車両区での入れ替え作業に使われた。車両が木造で、痛みが激しく。 改修工事を繰り返しながら大切に使われ、その外見ゆえに人気者だったと言われている。1997年、厚見線の河川電圧1500ボルト小圧により、廃車となる。1998年に、厚見群田原町へ寄贈され、足が、池農業公園で出来 210K211 と、共に、生態保存されている。ありがとうございます。